お疲れちゃんです。ロットです。今日はですね、まあトロフィー、まあグロ、また待って、グローバルがまあ今20位ですね。でトロフィー6264で、まあ6から1位ですね。はい、に今到達したので、そのまあリプレイ解説の方をねやっていきたいと思いますね。はい、ってなわけで今ラットの小屋にいてます。はい、まあ、サバカとね2人きりなんですけど、リプレイをこっちにそう残しておいたんですよね。これはあのライキさんとちょっと触れ事しまくったんでね、これもまあ後日動画にしようかなと思いまして、で今日はリプレイなんですけど、まあ、デッキがですね、はい、こちら紹介遅れまして、ゴレデッキでございます。はい、でもうなんか僕に多分ゴレのイメージがそんなないかもしれないんですけど、まあ、自分もそんなないんですけど、その今枯渇三種がすごい流行ってて、枯渇三種使ってなんか6000から6100をずっと行き来してやってて、なかなか上がんなかったんですけど、まあやっぱパクるのは大事ですね。パクってトロがググンと伸びたってなわけで、こちらですね。でリプレイが消えたんで、その残してるやつの紹介になりますね。はい、ってなわけでゴレデッキなんですけど、アイスウィズとダクネのまさかの2ウィズウィズじゃないけど、これですね、珍しい形かな。だから前にももしかしたら出したかもしれないんですけど、まあダークネクルとアイスウィズが2種類入っていて、まあ基本的な、なんかランバーとかかな、ランバーとかプリンスとか、まあ、そういった感じの陸のちょっと強い系が、まあいない感じのデッキとなっていますね。で、本当だったら最近だったらこのダークネの枠がランバーかな、とかアイスウィズの枠がランバーとかなんですけど、まあ僕今これでね、はい、トロ上がったので、こちらを今日紹介したいと思います。はい、じゃリプレイまで今日は長いですね。で、相手が日本人の 2.6 で、ペッカーで、ゴレと、まあ、迫撃かな。4つもいらないけど、まあ、4つぐらい、一応全部見ていこうかな、と思います。はい。ってなわけで、こちら遅延ゴレ、バーサス、相手が 2.6 レッキーですね。2.6 ホグ。の配流の木ですね。で、ゴレが、ゴレライだと、結構 2.6 がしんどいかなって言われてると思われますね。こっちがトリネあるゴレなんですけど、の、ライトニングだと相手の大砲プラスマスケットのその位置的に、どっちかしかライトニングで処理できないんですよね。この相手のこの大砲の位置とこの逆サイその離されてマスケットを置かれると、濁念でじゃライトニングで両方処理することができなくて、でまた相手の回転で後衛とかね、ファイボとかうまく使われて処理されちゃうっていうのがあって、だから結構ゴレライでその 2.6 に勝つっていうのがすごい難しいかな。多分うまい 2.6 にはマジで本当に厳しくて、これも結構まあ、ラッキーで勝てたみたいなところあるんですけど、はい。もう基本ね、これは、前半に勝負決めに行くのは結構難しいので、相手の回転でね、防衛されちゃうんで。で、前半はもうマジで耐える。だからひたすらユニットこうちょっとね、警戒しつつ、ホグをね、トレンドしっかり防衛していきます。これは、この逆サウグはまあダクネで、キングキッド、しょっぱなができてるので美味しいですね。これで一発だけで抑えることができますね。なんで、でもこのキングキッドがなかったら結構まあ厳しくなるんで、ホグに対してはしょっぱなにキングキッドしておきたいかな。はい。ってなわけで、一回アイスイズ出してからの、メガコン出したのかな？一回メガコン出して、こう防衛するように見せかけてからの、これですね。で、こっちにもホグ来るんですけど、これはまあ、トルネで、しっかり吸って、まあ、ノーダメですね、これは。ね、このメガゴの、振りかぶるのがなくても、トルネのタイミング次第で、ホグが殴るギリギリぐらいのタイミングでトルネで吸えば、まあ、キングキッドしてたらなんですけど、ホグがノーダメで抑えれますね。で、これは、もうどんどん追加ですね。相手がちょうど今、大砲が、もう、壊れるタイミングで、ラッキーですね。で、これ、ライトニングで、壊して結構相手が、まあ、苦しい感じですね。このなんか左側にその単体で流していたメガゴがラッキーなことに真ん中に置かれた大砲を
そう、一発二発殴ってくれて、ゴレが溶けるのがちょっと遅れて、これラッキーですね。で、この相手はホグ受けめちゃくちゃうまいですね。けど、まあこれはライトニングで終わった感じかな。なんでゴレ出すタイミングを、まあワンテンポ遅らしたぐらいなんですけど、はい、そんな感じですね。ゴレライしっかり守っていけばいけるかなと思いますね。次がペッカですね。こちらペッカライドラのライトニング、まあ、最近流行ってるかな。はい、てなわけでこれね、まあ、結構しんどいんですけど、このアイスウィズがあることによってペッカでも余裕で突破しちゃうことになっちゃうんですよね。このアイスウィズがマジで強い。さあ僕の中でこのゴレデッキが今めちゃくちゃ最強だと思ってるんですけど、まあこのデッキがしんどいのが、まあ、枯渇三種というか三重子デッキなんで、三重子以外ならマジでほぼ勝てますね。ほぼ勝てる。あーなんですけど、ここアイスイズとメガゴが初っ端美味しくいただかれましたね。まあでもこれはしょうがないですね。突進入れたくないのでユニット出してライトニング打たれてなんで、はい。でも初っ端ダメージ受けちゃったんですけど、言うて関係なくて、これが、その、言うのも、今、ロリババが陸受けであるんですけど、言うのに対して、橋間言うのに対して、構えてないとマジで間に合わないんですよね。構えてたら、言うの出てきた瞬間にロリババ出せば、ターゲット取れるんですけど、構えてない場合、言うの、そう、橋間言うのにロリババ見てからだと間に合わないんで、マジで。あんな感じでちょいとダメージ受けちゃいますね。で、ここももう、相手がペッカって分かってたんで、もう、分かってたんですけど、分かってたからこそかな、もうなんか、ちょい諦め気味のゴレ出して、でもまあ、やっぱダメージ入れたいんでね、こんな感じで、アイスウィズプラスのトルネで、ちょっと、ほんのちょっとですね、ダメージを稼いだ。ってな感じで、まあ、言ったら負け確に見えるんですけど、こっからでも勝てちゃうのがゴレの、まあ、良くないところ、まあいいところではありますね。本当に重ねるだけで強いですね。突破できちゃうんで、でここはしっかりダクネからのゴレの形作って、でこれも許容ですね。左側はあんまり防衛しすぎたら突破できないんでね。で、まあ、ライトニング持ってるの知ってますけど、もう重ねて攻めるしかないので、逆に重ねまくってね、はい。で、さらに相手ライトニング打ったんでね、もうスペルでユニット処理できないから、まだこれですね。これがゴレの強すぎるところで、光栄が強い。はい。てな感じで1個追って、ここはラッキーなことに守れましたね。このユーノが、アイスウィズが優秀すぎた。ユーノに対して。はい。で、いちいち追いついて、エリアともほぼ一緒で、これ同歳対決になる感じなんですけど、ここがゴリ押せちゃうわけなんですよね。ゴレ側が普通に考えておかしいんですけど、ここでペッカが守れるのが普通っちゃ普通なんですけど、ここで勝っちゃうのがゴレなんですよね。でこれライドラのターゲットをベビドラで取って、ライドラメガゴで処理して、大体ここ攻めてきたんでね、もうアイスイズだけで美味しく守って、はい、もうあとは追加で勝ちみたいなかな。はい、このまま勝った感じですね。マジで、まあ、S オブなんちゃらさん、今グローバル高い高いはずだと思うんですよね。よいしょ。そう、2位、今グル2位いってますね。デッキ違いますけど、ペッカデッキで、はい、ってな感じで、普通にペッカにも全然勝てちゃいますね。でもこのペッカに相性いいみたいなところありますね。その前半に変な事故って取られなければ、こっちが形作ってしまえば、まあ、突破できるのでね。はい。で、まあ、あとはミラー対決的なやつですね。なんか違うけど、ダクネとライドラ、ダクネとランバー、んでもライドラもいる、だからちょっとだけ違うんですけど、まあゴレ対決ですね。で、相手は初っ端のゴレあるパターンで、僕はないパターンですね。ただ相手煽ってきたから、煽り散らかしたかもしれないですけど。さんで、
この手札の場合に残り1分までは待たないですね。まあ多分、いろんなやり方あるかもしれないですけど、そう、なんでカード回しですね。ゴレデッキなんですけど、手札にか次にゴレがなかったら、残り1分なった時にちょっと不利になるんで、残り1分、てか、そう、来るまでに手札にゴレとかなければ、カードを回しますね。回して手札にゴレを持ってこさせます。ほら、もうこれ相手、勝ったと思ってますね。グッドゲームで。多分勝ったと思ってる。お前ゴレなくてドンマイみたいな感じで勝ったと思ってるって、グッドゲームでもう、舐め腐ってますね。けど、言うてそんなの関係なくて、あれ、言うてか。これはもう、はい、ベビドラトルネが強い。で、このまま多分、普通にケツゴレ。ああ、そう。これは、ラッキーじゃないと思ったんですよ。これ普通にベビドラ残ってそのままカウンターになると思ったら、まあ、ライトニング打ってきて、多分、ランバーに対してメガゴとか、そういうの出してきたのをライトニングでぶっ飛ばそうとしたら、まあ、僕がゴレ出して、まあ、僕もびっくり、相手もびっくりですね。で、なんですけど、マジで本当にしょうもない。しょうもないや、これ。これで多分落ちたんだ。これで落ちて終わったパターンですね。多分こっからが、もう、僕33は多分いつでも削れるんで、一応、ライトニングで。左側攻めて、まあ、ロリボーで落ちちゃいましたね。で、右側サンクラだけ取られないように警戒して、まあ、あとはもうこのまま削り対決なんですけど、相手がサンクラ取りに来て、美味しく防衛して、端前ゴレで終わりかな。はい。よいしょ、もう結局ゴレが強いですね。なんか、僕もゴレをめちゃくちゃ、その、今まで使ってたとか、普通に、ああいう場面でこうしないといけないとかないんですけど、なんかまあ、なんとなくの知識と言いますか。しっかり守って、ゴレとか、まあ、言うてたまにもういいやってなった時に普通にゴレ出しちゃうんですけど、ですね、急いでゴレを出さないと言いますか、丁寧に形作ってゴレを出していけば、とかアドがしっかり取れたら、まあ、後ろからゴレでもいいんですけど、丁寧にやっていけば、意外と勝てるかなと思いますね。しかも残り1分から強いんで、しょっぱな1個おられても、諦めずにやれば、そのままサンクラ持っていっちゃうこともありますね。で、これもアウトラ見ただけで、迫撃って思ったんで、ダクネからのゴレつけましたね。別にこの、ダクネ、キツダクネからゴレは、まあ、作らなくてもいいんですけど。はい。で、これは、まあ、コウモリかガゴムレとかクルーギャング読みのベビドラですね。で、これが、なんか相手が、意外とヌーブかましてる感じでダメージ入って前ステージで守ると、そうなんですよね。もうゴレにアイスウィズっていう概念が普通に考えてるのおかしいですから、ゴレっていうか、まあ火力が高い、まあ攻めが強いのにそれに防衛力の高いアイスウィズトルネがあるんで、いわゆる棒ぶっ壊れですね。はい。攻撃はもう十分なのに、さらに防御も強くなって。で、ここはもう相手がうまいですね。今この瞬間に僕は、ダクネゴレをまあ考えてるから、それをさせないために逆サイのディガープラスのコウモリで、形を作らせないように相手はやってきましたね。今のディガープラスコウモリはマジで、あの状況で一番されたくないことを相手が分かっててしっかりやってきましたね。そのゴレ作られるなっていう、ゴレの形作られないと思った瞬間に、やっぱ逆サイドを攻めてあげることによって、相手がその形を作れないんでね。相手がすごい上手かったですね。でもここは、もう相手が迫撃を攻めに使ったんでね、ゴレ受けできる時に。これはもう、これで終わった感じかな。そう。よいしょ。てな感じで、言うて危ないっちゃ危ないんですけど、まあ迫撃はまあ突破できますね。しっかりゴレで何回のユニットで遅めにベビドラ追加、
がまあ大事かな。はい。てなわけで、意外と何にでも勝てちゃうゴールデッキでございますね。マジで使いやすい。本当に使いやすい。で、なんかランバーとかもあるんですけど、まあ正直、ICGとかダクネ、どっちかなかったらどっちかランバーでもいいと思いますけど、まあある方はぜひね、この方、使ってみてもらえたらいいなと思います。はい。というわけで、今日は、今19位だ。終わりにしたいなと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。